今ゴングが鳴りました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、ロープに飛ばした、タックルでぶちかまします、組に行きます、ロープに振って。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。ラリアット強烈、掴んだ、ヘッドを打ってまいります。行くのか、ロープに振った、まあプロとして戦っていく中で首というのは大切な部分なんですよ。首一つで世界を取るって言っても過言じゃないですからね。ああなるほど、ブリッジも受け身も首ですもんね。当然そうですよね。組み合います。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻め方だと思いますよ。ああなるほど、絞り上げてまいります。ロープに逃れました、抱えます、打たせません、チョップが唸ってまいります、掴みます、ハンマーを振りかざします。この辺り入ってますね。そうですね、これは見た目以上に効いてるはずですよ。ええ、ヘッドバット、フロントからのキック、組み合います、返してまいります。こうやって攻められると厳しいですね、後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか、顔面が歪みます、掴んだ、キックで返します、組みに行きます、倒してまいります、スリーパーで締め上げます、ロックアップ、巻き投げで切り返します、腕をフックします、あとリバースで返してまいります。行くのか、対角線に飛ばした、パンチで返します、コーナーに登って、高いところから一気に叩きつけた、腕を抱えた、逆に返します、気合を入れてまいります、ラリアットリング下に降ります、ブレンバスターに取ります、ブレンバスターで切り返します、強烈に締め上げてまいります、掴みます、汗がミストとなって飛び散ります、逆エビ固めに移行してまいります、リング内に戻ります、リング内に戻ります、重いチョップであります、雄たけびを上げます、起こしてまいります、バックに回ります、ひねりの効いたバックドロップ、組みに行きます、逆に投げてまいります、相手を挑発してまいります、けさ切りで打ってまいります、切り返します、掴みます、ヘッドバットを打ち込んでまいります、腕を回します、あっと顔面、湧いてこい俺の力、けさ切りチョップ、組み合った、あと逆
倒した起こした打たせない。攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい、あと逆に投げていった、カバーした、カウント 2.5、 チョップ強烈、強烈逆エビ固め、抜くのか、リバースで切り返した、カウント2、返しました、掴んだ、頸動脈への毛先にジャンプ、体を預ける、ここでロープブレイク、ガジェット組み合った、逆に返した、そのまま体固め、ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。重い逆水平だ、立たせていく、ハーフネルソン投げ捨て、腕を回した、ブレーンバスター、おっとこれは対空式、気合を入れた、いけるか、コーナーに振って、ターンバックでのパワーボム、カウントは入る、ロープブレイク、頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった、ブレンバスターで切り返した、きたー、パーパー、カウント2つ、惜しい、首根っこを掴んだ、逆にバックに回った、あっと脳天叩きつけた、引き起こす、ブレインバスター垂直落下式、振り返して、逆水平、ランニングでクブリカードロップ、さあさまざまなベクトルが絡み合うリング上、まさに感情のスクランブル交差点、正面から投げていった、一気に行くのか、立たせていく、引っこ抜きか、ハンマーを振りかざす、奥歯を噛みしめた、来た来た、